こんにちは、ミネソタツインズの前田健太です。 MLB 見るならスポゾーンです。さあ、前田が上がりました。去年は11試合に登板して6勝1敗、防御率は 2.70 という投球内容でした。カーブで空振り三振、先頭バッターのグロスマンを三振に打ち取りました。初球はボールになっています。ピッチャーゴロ、2球目はいいところにボールが沈んでいきました。前田健太、ひとまずは1回0点に抑えています。高めの変化球抜けましたけれども空振りの三振、ワンアウトです。ちょっと首をひねる前田、今も高めに抜けていってしまいましたが、まあうまい具合にそれがタイミングを外す結果にはなっています。今日が4試合目の出場のアキルバルドゥ、バドゥが三塁打、1点を先制しました。昨日サヨナラタイムリーを放ったバドゥが今日は先制タイムリー。ワンアウト一塁三塁、ピッチャーライナー、ランナー飛び出している、これは助かった。前田のファインプレー、ダブルプレーでスリーアウト。ストレート空振りの三振、前田はまっすぐで勝負に来ました。空振り三振、最後はスライダーでカンデラリオを三振に取りました。ワンアウトでランナーがありません。カンデラリオに対しては狙い通り非常にいいボールを投げ込んできました。40球を過ぎてきて感覚も戻ってきたか、空振りの三振、スリーアウトです。さあ、前田が追いついてもらって同点になってのピッチング、そして打席にはラモスが入ります。ウィルソン・ラモス、ワーニングトラックのところのアンツーカー滑りにくくなってるそうですが、この当たりはライナーで飛び込んでいきました。低い打球ですがラモスの打球、レフトのフェンスを越えるホームラン、2対1、タイガースのリード1点に変わりました。2ボール2ストライクです。見逃しの三振、いい当たりだ、レフト線飛びついたが抜けた。一塁ランナーのカストロは三塁を蹴る、ボールはバックホームされる、いい球返ってきた、タッチアウト。カブレラのレフト線の当たり、いい当たりでした。中継からここです、飛びついて取れなかったんですが、グラブの下ですよね、追いついてはいましたが、でその後すぐにクッションボールを取って中継シモンズから、いやシモンズからストライク送球がホームに帰ってきました。さあ、ワンアウトで満塁です。ワンボールツーストライクです。ストレート詰まらせて、あこれ犠牲フライ、あカブレラです、三塁ランナーは。カブレラはタッチアップした、ホームに帰ってくる、いいボール帰ってきてタッチアウト。逆に今度は走ってくれて助かりました。ガーリックからいいボールも帰ってきました。ちょっと浅めのフライでカブレラスタートを切りました。カブレラホームタッチアウトで3アウト。6回の裏、前田しのいでいます。これで前田は終わりですね。今日は6回でお役御免のようです。センターへ、後方だ、後方入りました。